やっちゃうよ、ライゾンです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、まあシーズンフィニッシュということで、まあね、早速ね、俺のね、なんでフィニッシュしたかと発表したいと思います。ということで、ドゥルルルルじゃん、はい、200位。芸人かって、マジで。いや、マジでさ、今シーズンそれで最多は694なので、いまいち伸びなかったんですけど、あのね、でも前の俺に比べたら確かに伸びた、めちゃくちゃ伸びたんですけど、あのね、結局その今シーズン目標は7000から1勝することって、7040とか7030とかそこあたりでフィニッシュしたくて、7000入ってステイする人を追い越して、そのなんかあのグローでね、2桁、まあ、60位とかそこら辺をね狙ってたんですよ。なんですけど、やっぱ7000にも届かずって感じで、7000リーチをねかけた試合もめちゃくちゃいい相性引いたんですけど、やっぱそのね、自分のミスで負けちゃったりとか、そういう感じでね、まだまだちょっと未熟かなーって感じなんですね。ってことで、まあ、いきたいと思います。まあとりあえずメンテが入る前に何個かリップ解説をねしていこうかなって感じなんで、これかな。とりあえず上3つとかでいいかな。負け負け負け勝ち勝ちみたいな感じで、ね、すごいやばかったんで、上3つでいいかな。とりあえずメンテが来る前にリップを解説したいと思います。ということで、いきます。1個目、この au1 って人はどういう読み方、アウルって読むのか au1 って読むのか分かんないですけど、とりあえずこいつは、あ、こいつはじゃない、この人はこの人はノバのね、もうそのなんか中国でクララリーグで世界大会行けるチームがノバって決まったんですけど、そのなんかもうエースみたいな感じで、最後優勝を決める試合で最後のねセット3で3立てした選手なんですよね。セット3自分で3立てして、その世界大会を勝ち取ったっていう選手なんですけど、その人が一番得意なのはペッカなんですけど、多分沼ってて 2.6 に変えたんですね。でその選手と当たったんで、ちょっとねそのリップをね解説していこうかなと思います。ということで、とりあえずこのデッキはまずザッピーセパーん、ケツペッカか、そう、5を切ったからザッピーでね全部守れるんで、これで相手が5を持ってたらケツペッカできないんですけど、5を切ったから相手はザッピーに、ね、何もできないんで、これで逆サイのホグもザッピーで守れるって感じでケツペッカしたっすね。でそれでこれは大砲とか何かしらで守られていくんで、とりあえずザッピーが残ってるうちに絶対打ってほしいんだよ、このザッピー2体とか。でそれでロイホグを真ん中に投げていって、まあ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 って感じで感じですね。よいしょよいしょという感じで、相手も結構今これスキャイスピキってペッカを守りにくい形になってるんですね。でこれはエレキ、エレキで守っていってゴースト前につける。で、このデッキのやっぱ特徴って、相手のねデッキの特徴はアイゴレしかそのゴーストを受けれるカードがないんですよ。で今ペッカの散歩に使ってゴーストはスキャイスピキじゃ受けれないんで、その今ねそのもうエレキも傷んでタルババも足して相手をね守りにくい形を作ったんです。でここでいっぱい削って、とりあえずクソほどアド取ってるんですけど、まあザッピーセパですね、ザッピーセパ、押してからケツペッカかな、ここはケツペッカじゃーんと出していって、ザッピーセパしてからだと相手はやっぱそのザッピーを処理しないとホグは投げれないんですよ。なんで結局そのザッピーを処理してからじゃないと投げれないんで、このケツペッカをねして歩いてる間にエリを貯めるという感じで、とりあえずこれでね、まあマジアチャで削りも入れていって、まあ優秀ですねと。まあ、この時点ではほぼ俺がミスしなければ勝ちは確定って感じですね。とりあえずタルババ、これマジ強すぎるな、タルババが。これやばいよな、普通に。後衛全部倒すからね、タルババで。でとりあえずここも攻めない攻めないって感じで、マジアチャとかで防衛していきます。とりあえず低いコストで、ここでペッカとか出しちゃうとね、逆サイホグ来られた時、事故る可能性があるんで、とりあえずここでエレキ。でも過剰防衛でもいいんで、ダメージを通せないことが大事ですね。こっちはあとポイズン2発、またはロイグのチョンとポイズン1発とかで抑えられるんで、ここはまあなんか来るだろう読みのポイズンを打っていって、あとポイズン1発入れて勝ちっていう状況ですね。でここでザッピーを出していって、まあゴーストで、これでまあエレキもうズシャーンって感じで出していって、これはもう抑えられるんで、ね、それでエレキ出してなかった。で多分逆サイロイフグ、逆サイロイフグして、ここから逆サイロイグして相手にこの守りのエリクサーを使わせつつホグ投げさせない形でポイズンで GG という感じで、まあこの戦い結構楽にいけたですね。相手が多分分かっていなくて、このデッキには絶対アイゴレを温存しなきゃいけないんですよ。ペッカの受けとゴーストの受けでアイゴレを温存しなきゃいけないんですけど、相手がね結構簡単に切ったりして、だからゴーストを刺すことができたって感じですね。まあデッキごとにその刺すカードが違うんで、とりあえずこれ2本目
もうね、メンテ来る前にバシバシ行っていきます。この敵はもうロイフグ使いで結構有名な人で7000プレイヤーなんですよね。まあ7000プレイヤーってかもう今当たってる人全員7000プレイヤーまであるんですけど、本当にもうマルチの上位で7000プレイヤーしかいなくて、ここでまあゴーストしてくる、ゴーストじゃない、小関かな。そしてもうね、マジこの試合超うまくいって、めちゃくちゃもう両方タワーね、確か3000以上ぐらい、あ、最後にちょっと削られたんかな。だけどそれまでは最後に1500ぐらいまで削られたんですけど、両方ね本当に寸前まで3000ずつぐらい残して、めっちゃうまく完封できたんで、そのね様子をお届けしたいなという感じですね。でとりあえずこの試合での意識したことは、相手がマジアチャに絶対タルババを投げて、でタルババのダメージとババの2発でマジアチャって死んじゃうんですよ。なんで、あのタルババのダメージを食らわないように、そんなんだろう、マジアチャちょっと往復確認出したりとか、あえてマジアチャを前に出してタルババを誘って、そのババが出てきた瞬間にザッピーでそのババを拾ってマジアチャを延命するとか、そういうことを意識したですね。で今ロイフ投げたのはなんかゴーストがあるんですけど、あの墓石もハンターもタルババもないから、逆にゴーストでしか守れないんですよ、ロイフグを。なんでこれ今みたいに大ダメージ与えることができたって感じですね。でこれタルババ処理しつつ、めちゃくちゃ綺麗な処理、えげつないほど綺麗な処理でしたね。これこんなにね、もう攻めづらい形を作られたにもかかわらず200ダメージを抑えるこの防衛力、やっぱ俺うめえなって感じですね。でここは相手は、ロイフを切ってやることがないんで、後ろからユニット切るしかないんですよ。なんでここはケツペッカここはちゃんとケツペッカをして、でケツペッカをして攻めの形を作るときに意識することは、墓石には絶対ポイズンを打つ、または、マジアチャを当てて処理するなんですけど、墓石にマジアチャを当てると絶対にタルババが転がってくるんですよ。でそれで結局墓石を倒しきれないまま、マジアチャが処理されちゃうんで、ここはポイズンですね。あの本当にタルババ切った後ぐらいじゃないと墓石に、なんだろう、マジアチャ出せない、そんな環境になっちゃいましたね。でここでタルババ来るんですよ。でエレキで延命、落ちた瞬間ブジャーンってやって、これやることによって墓石からのスキルをね全部貫くことができて、ここでもう勝負は決まったって感じですね。まあ、割と絶対その相手はあのタルババで、タルババだけで処理できるって思い込むんで、ここで延命してあげることによって相手からしたらめちゃくちゃきつい形を作ることができるんですよね。ここも超、もうこんな防衛できるやつおるみたいな防衛して、やっぱうめえな俺って感じですね。ここで守っていって、はいはいはいと両方のタワーを3000ずつ残して、まあ、エレキも生きたんで、これザッピーとエレキで防衛し放題という感じですね。これマジアチャでなんか結構1500ぐらいまで削られるんですよね、確かマジアチャとロイフでなんですけど、まあ言うて余裕かなって感じですね。で、はい、めちゃくちゃ綺麗な防衛を見せていって GG と、まあ、これも一応7000プレイですかね。実装で7200ぐらいまであるかなって感じです。はい、ってことで3つ目いきます。エリポン三重士、今シーズンあの枯渇三重士、日本の枯渇三重士使いがめちゃくちゃ難戦いてて、それに多分影響を受けた人が結構、なんだろう、エリポン三重士を使う人が多くて、型は違えど、そのなんだろう、エリポンと三重士となんかその結構高回転気味のねスケとか入れて、みかんさんとかともマッチングしたんですけど、こういうデッキ使ってたんですよね、みかんさんも。多分この人にボコられたんじゃないかなって感じなんですけど、でこれでロイフグ飛ばしてってエリポン削っていく、なかなか難しいですねという感じで、とりあえず向かわせていって、ここで、まあ、ロイフグをぶっ転がしていって、ロイババだ、ロイ、んちゃ、ロイババじゃない、ローリングバーバリアン、ロリババ、これね、ザッピー出したのにスッて一瞬ゴーストスッって言ったんですけど、全然寄らなくてね。そうで、ここはまず耐える時間ですね。エリポン2個目にポイズンを打たないといけないので、とりあえず相手はこうやってやって、こう打ってないんか、そうだ、このデッキにロイホグとか、なんだろう、ちゃんと軸として攻めれるカードがないんですよね。そのゴーストとかタルババとかユーノーとかちょいちょい削れるカードはないけど、ロイホグがいなかったんで、確か多分ひたすら芋ってあれなんですね、俺別に三重子出されても簡単に処理できるんですよ、ロイフグとかいなければ。なんでそのひたすら芋って別にポンプ置かれてもいいやみたいな感じで2個目のポンプを無視して、ここで置かれるポンプに確かポイズン打ったんですよね俺。これをタルババだけで守って、ここでポイズンで、ここで別に三重子出されても次にゴースト見えてて、ゴーストはずっと温存してるので、あれですね、温存すれば橋から、ま、渡ってきた、そのなんだろう、二重子に対していけるんですよ。でもこれはでもアイゴレがあって、ちょっとワンチャン20支延命されたらだるいんで、確実にね
二重詞をペッカで潰していく感じですね。でこっちは、ザッピーで受けていって、裏のマスケットをゴースで潰していくという感じで、ゴース出していって、ちょっと遅かったな、このゴースをもうちょい早く出さないと危ないですね。でタルババよいしょって感じで、結構今アドは取られてるけど、言うて俺のユニット残ってるんで、まあ取られたの2アドぐらいですかね、大体エリケイさん的に。ここでポイズン打っていって、あとは、あっちの二重射放置ですね。ポイズン打ったんで放置。なんかしてきたらなんかしようみたいな感じで、とりあえず放置ですね。で、こっちはなんか足してきたらペッカしようと思ったけど、相手も分かってて、ちゃんと何も足してこない。相手、俺がペッカ持ってるの分かってるから、ユーノとかゴーストとか足しても意味ないって分かってるんで、相手は何も出してこなかったですね。で、トリババ、トリババ。あれ？何もできない。エレキか。逆サイエレキか。逆サイエレキ。これは、なんでタルババで完璧に守らないで逆サイエレキしたかっていうと、逆サイのカウンター、今ハンターでこうやってカウンターされてるじゃないですか。それを受けるためにエレキ出したんですけど、その逆サイはね3500ぐらい、そのヒットポイントがあって、別にもう片方のサイドが1900まで受けてるんで許容していいんですよね、全然。なんでダメージを許容しつつエレキで逆サイ受けて、そのカウンターを防ぐみたいな、そういう感じですね。でとりあえずこれまあ無理かなって感じで、ザッピー固め出し、大きいスペルがないんでザッピー固め出しで防衛していこうって感じですね。ここ殴って殴って殴って、ここでもう、はい、綺麗な防衛、うまいって感じで、こっちはポイズン防衛かな、違うか、普通に許容できるから、マジアチは逆サイマジアチで許容したんか、そうそうそう、これマジ許容が大事ですね。ここでダメージは取られるけど、エリアドも取れてカウンターもこうやって防ぐことができるんですよ、これが強い。なんで、射程のあるキャラではこうやって逆サイにもねちゃんと受けていって、行くことが大事ですね。とここは正直ポンプと含めて多分ハンターにポイズン打てたんで打ってよかったかなって感じですね。ここも攻めたかったんだけど、ゴーストがいると絶対攻めれないんですよ、こうやって潰されちゃうんで簡単に。よいしょ、でこうやって綺麗に守っていくといい防衛ですね。よいしょ、はいはいはい、とで言うて、これで相手がだんだんエリアドなくなってきて、俺の時間になってくるんで、こっちはゴーストだけで防衛と。で、何かしらしてきたんで、俺もぶっ転がしていって、はい、という感じで、で、これで、ザッピーをね、ここに出すことによって逆サイに全部釣れるんですよね。そう。で逆サイに釣っていって、はい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 、という感じで、ロイフグ。で、ここで決まったんかな、確か。もうマジアスが全部貫いたんでね。はい、全部、はい、貫くと、はい、貫くという感じで、まあ別にこれで倒せなくても余裕で守れてたんで、まあ余裕だったかなって感じなんですけど、まあ結構ね、いい感じに立ち回れたかなって感じですね。で、まあそうですね、この3戦解説していったんですけど、まあ、もうちょっと正直、この結構ね、今季は、まあデッキ変えたり悩んだりした時期もあったんですけど、結構終盤固まってたんで、もうちょっと上行きたかったですね。もう寸前まで沼ってて、俺沼りっていうほどじゃないんですけど、おー5分後にメンテナンス、危ないですね、動画撮っといてよかった本当に。でまあ沼ってほどじゃないんだけど、やっぱもうちょっとね、別に過信してるわけじゃないんですけど、実力的にはもうちょい上いけたかなって感じですね。ただやっぱそのちょっとね変なミスとかねあったり、まあミスも実力なんですけど、もうちょっと上目指せたかなって感じで、グロフィニッシュできたけど、まあ、満足じゃないかなって感じですね、正直。うん、もうちょい上行きたかった。なんで、来シーズンとかも、結構世界大会と重なってて、世界大会が12月1日で、多分、フィニッシュが、なんだろう、もうちょい先だと思うんですよ。あと3日後ぐらいとか、ん？違うか。世界大会1日、多分日曜日とかだから、あれか、2日とか、次の日とかがフィニッシュ。だから、あんまり次のシーズンはマルチできないかなって感じなんですけどね。まあ、できたらやっていこうかなと思うんで。そうですね。まあ、とりあえず、今シーズン、ペッカを紹介していきます。で、このデッキの強いところってもう一つあって、なんだろう、俺が思ってるところ二つか、あって、まず一つは、テンプレじゃないんで、相手が中身のカード見ても、ペッカって気づかない場合があるんですよね。普通になんだろう、ロイフグのちょっと変わった方のロイフグかな、みたいな、人技かな、みたいな感じになるんで、ペッカを見せない限りは、この周りのカードを見せて、ワンチャンね、この周りのカードが入ってるデッキ、今いっぱいあるんですよね。なんで、まあね、その強いかなって感じですね。で、もう一つは、その、エレキとザッピーって2枚あって、で、それで、相手がザップ系を1枚だと、そのなんかね、まあこれも、その1個目の、その、なんだろう、デッキがバレてないっていうのと、まあ同じではあるんですけど、その、
ザップ効果あるユニットが2体いるんで、相手のね、そのインフェルノドラゴンとかにペッカーロイジャイ出してきて、ペッカー足前出してインドラでね、こっちが エレキ切った後だからとか、ザッピー切った後だからとかで、足前に出してきてインドラをどちらかでね、ザッピーかエレキでスタン入れてめちゃくちゃアド取れることがあるんですよ。そういうのも強いですね。なんでやっぱテンプレからちょっと外れたデッキってのがやっぱ強いのかなって。今期上見てもテンプレでいってる人って割といなくて、なんかそのロイフグにアイスイーズ入れたりだとか、まあ、それがねテンプレになりつつあったりしたんですけど、そうババ小屋の三重子入れてライトニングも入れてみたいなデッキで7100いってる人とかいて、やっぱねテンプレがちょっと減ったかなって体感感じましたね。そうスパーキーとかでなんかいってる人もいたし、そんな感じかな割と。ってことで、まあ今シーズンはこんな感じだったんですけど、ぜひね、まあ、次のシーズンの考察とかもね、考察動画とかも出していくんで、まあ、ぜひ見てくださいって感じでね、今後引き続き応援よろしくお願いします。ということで、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。って感じで、今日はね、まあ、隣にてんちゃんとイケツバがいるんですけど、はい。てんちゃんもうちょい、張り切っていこう。はい。はい、ということで。はい。泣いてるの？そう、みんなね、トラゲしてたんですけどね。まあ、そんな感じでね。頑張っていくんで、まあ応援よろしくお願いします。って感じで、今日はこの辺で、お疲れ様でした。